江戸川コナン探偵さ。はい、どうも皆様いかがお過ごしでございましょうか。フルートネットワークのフルート向井でございます。よろしくお願いします。さて今回ですね、このフルートネットワーク初のですね、邦画アニメーション作品でございます。はい、先ほどですね、冒頭のクソくだらないですねオープニングを飾った作品でございますね。はい、劇場版名探偵コナン根性のフィストをですね見させていただいたので、こちらをですねレビューしたいなと思っております。はい、まあですね、僕このプルート向井というのはですね、名探偵コナンというのがどのぐらい見てきたのかっていうのをですね、まず皆様に、お話ししたいなと思います。はい、まあそんな感じでございます。はい、このプルート向井ですね、コナンに対してですねミーハーなわけでございますよ。はい、ミーハーなわけでございます。はい、なのでですね、今回僕のレビューを聞いてですね、ファンの方というのは違うよプルート向井、そこじゃねえんだよ、このコナンの楽しみっていうのはこういう楽しませ方なんだよみたいなですね、このご立腹なコメントがあるかもしれませんが、今回はですね、このミーハーなプルート向井が映画っていう目線でこの、名探偵コナンですね、根性のフィストをですねレビューさせていただきたいと思います。では早速レビューの方行ってみましょうか。どうぞ。ではですね、早速感想レビューの方に入りたいと思います。まあ、ストーリーの方はですね、省略させていただきます。下の概要欄の方に貼っときますので、はい、お願いします。まあ、今回の作品を、まあ、ざっくり言ってしまえばですね、舞台はシンガポール、怪盗キッドと、京極誠、そしてコナン、この3人が主軸になって物語が進んでいくっていうお話になるんでございます。はい、まあそういう意味でこのですね、タイトルにもある根性のフィストをめぐって、この3人がですね、まああんやこんやして殺人事件が起きるっていう話でございますよ。はい、まあそんな感じでございます。はい、でですね、まあですね、僕はですね、まあ、今回初めての方もいらっしゃるかもしれませんが、僕というのはですね、もう映画館に何度も足を運んでいるんですよね。うん。で、そうするとですね、まあ僕の見ている作品っていうのがですね、まあちょっとね、なんか、映画つぶってる映画ばっかなんですよ。そんなことねえか。そんなことないですよね。まあ、そういう感じでですね、その映画館の空気感っていうのはですね、こう、もうなんか、もう携帯が鳴ったら、キリみたいな。お前みたいな感じで、ポップコーンも口の中で湿らせて食べろよみたいな、もうチメ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 言いながら食べろよみたいな、そういう空気感を出してるんですよね。はい、一方ですね、今回の、名探偵コナンのですね、根性のフィストのですね、劇場というのはですね、もう本当に、あ、これが映画館でいいんぜよって思ったんですよ。はい、で、劇場というのはめちゃめちゃ満員御礼でございました。僕、前々日ぐらいに予約を取ろうと思って、で、ホームページの方でですね、空席を確認したら、もう空いてないんですよ。僕の大好きな、真ん中のゾーンの席がもう空いていないんで、初めてですね、一番サイドの二人席のところに座ったわけでございます。はい。で、いざ劇場に足を運ぼうと思って、劇場に足を運ぶとですね、まあですね、コナンファンの方でございますよね。もう、ほぼ8割。女性でございます。もう女の子もうキャピキャピなんですよ。今までそんな劇場僕は一回も見たことない。もうキャピキャピの女の子がですね、わーキャーキャーキットが出てくる、わーわーわーみたいな、もうお祭り騒ぎなんですよ。もう目の前の方ではポップコーンがばらまかれ、右の方でもポップコーンがばらまかれ、店員さんがこういつもほうきを持ちながらこんな形でもうずっと作業を行ってるみたいな形なんですよね。はい、残りの2割というのはその、女性の方の付き添い、はたまたカップルで来ている男の方みたいな、男性の方みたいな感じなわけでございましたよ。はい、まあ座席を見た時にですね、お期待するわけですよ。おお、8割方女性かみたいな感じで、あら、俺の隣には誰が座るんだろうなと思ってですね、もうめちゃめちゃ期待を膨らましたわけでございます。で、あれ、どこにいるんだろうみたいな感じで見たらですね、まだいないわけでございますよ。あー、ドキドキは後の方に、後半の方に取っとくかタイプかって思ったわけでございます。で、座ってですね、僕の、右隣に座る方は誰だろうなと、もうドキドキしながら待ったんですよね。はい、もう僕はですね、こうテンションマックスなわけでございますよ。これから先ですね、2時間という長い時間をですね、共に過ごすパートナーなわけでございます。僕はもうめちゃめちゃテンションが上がってるわけでございます。はい。
でですね、僕はですね、こうテンション上げながら待っていたわけでございますが、前方からですね、まあ5、60代のですね、こうふくよかな方がですねいらっしゃったわけでございますよ。もうアガサ博士みたいな感じでございますよ。そのアガサ博士がですね、僕の横に座ってきたわけでございますよ。もうですね、2割に入っちゃいましたよ。僕のあの儚い思い出は何だったんだって話ですよ。ダンみたいな女性が僕の横に座るかと思ったら来たのはアガサ博士みたいな。まあそんな感じでですね、まあアガサ博士だったらいいんですよ。アガサ博士だったらまあいいんですよ。でもそのアガサ博士はですね、独り言をこうブツ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 言うわけでございますよ。今日のコナンはどういう展開になるんだ、とかめちゃめちゃ言ってくるわけでございますよね。でもそれを聞いてたらね、もう作品に集中できなくて、ランかわいいなーとか言ってるわけでございます。はい、まあそんな感じでですね、僕はですねアガサ博士とですね、こう2時間という長い時間をですね共に過ごしたわけでございますが、はい、そのアガサ博士ですね、この作品見てとても満足だったとは思います。はい、なぜかというとですね、作品終わった後にですね、あーいい映画を見たなーという形でですね席を立っておりましたので、はい。一方このプルート向かい、この名探偵コナン根性のフィスト、どうだったかのか、どうだったのかというですね、前半の方がですねちょっと間延び感っていうものを感じたんですけど、後半ですねその意味が分かったっていうことでですね、僕はすごいですね、あー面白かったなーと、一種のそうポップコーンムービーという形で見る分にはとても面白かったなと思っております。はい、でその前半のですね、その間延び感っていうのは何ぞやというのが、まあここからですね、もう僕のあくまで僕の個人意見の感想なので、はいねえ、感想なわけでございますから、はい、感想をお話しさせていただきたいと思いますけども、前半というのがですね、この作品というのは怪盗キッドが盗もうとしている根性のサファイアをめぐってのお話と、殺人事件っていう、こうパートというのがですね、まあつながってはいるんですけど、ほぼつながってない状態で進んでいくわけでございます。はい、で僕はですね結構怪盗キッド、これファンの方ごめんなさいねファンの方本当にごめんなさい、怪盗キッドよりかは僕はそのやっぱり殺人事件っていうところにフォーカスを当ててほしいんですよね。まあコナンなわけでございますからこれ言っちゃおしまいだな。まああくまでその映画的感想でございますからね。はい、でまあそういう意味でですね、この怪盗キッドっていうキャラクターのファンサービスを含めだと思うんですけど、ほぼ一方通行でこの根性のサファイアを盗むための工程みたいのが描かれているんですよ。はい、で冒頭の方にですね、この殺人事件があったよみたいなお話がまあ5分ぐらいちょこっとあって、もうそっからはですねもう触れないんですよその話に。うん、前半のですね大体30分から45分ぐらいだと思うんですけど、まあそこでですね、僕このプルート向井という男は殺人事件を置いといて、まあ怪盗キッドを見たいという方はこれ楽しめるんじゃないかなと思ったんですね。はい、でこの作品っていうのがパートがですね3つか4つぐらいに分かれているんですよ。はい、軸は2つでパートは4つに分かれているんですね。はい、まあ1つはですねコナンパート、そして怪盗キッドパート、はい、で、もう一つがですね今回のメインである京極誠、はい、こちらはですねもう世界で一番強い空手マンで園子のことが大好きっていうキャラクターなわけでございますけど、はい、そしてまあこの3つかな、うん、3つのパートに分かれているんですけど、まあそこがですねこううまく混ざってないなっていうのはあったんですね。はい、でもこの3つというのがですね後半のですねとあるシーンから本当にフルスロットルな、フルスロットルになるんでございます。はい、多分10分から15分ぐらいの見せ方なのかな、めちゃめちゃ良かったっす。はい、まあ、このシーンというのが、まあ、前半その、間延びするシーンで振りというものをちょこちょこちょこっと残していくわけでございますけど、その、伏線というのがですね一気にその15分間でブワーッと回収されるみたいな感じなわけでございますよ。ここはですね絵の見せ方から僕が見た感じって
で、もう鳥肌が立つぐらいですね、うわうまいわと思ったんですよ。はい。まあ先ほどお話しした、コナンや、怪盗キッドや、京極誠、皆様ですね、この作品の中で、まあ、戦う理由や守る意味みたいのが見つかるわけでございますね。はい。その、理由というのがその後半のですね10分から15分で一気にバババババババとこう詰め込まれて畳みかけてくるっていうところでございます。ここを見てですね、僕はこの作品結構ですね評価的にグイーンと上がりました。この最後の10分か15分ぐらいを見るだけでもこの作品見る価値があるんじゃないかなと思いましたね。はい。で続いてはですね、京極誠っていうキャラクターなんですけど、このキャラクターいいねこのキャラクター好きよ。はい。もうですね、なんか純粋なの、純粋なのよ純粋で、その子のことめっちゃ好きなんですけど、まあそれをですねうまく表現できないこの空手マンみたいなですねキャラクターなわけでございますけども、その男がですね、こう自分の戦う理由というところにですね前半の方でハテナマークになってしまうんですね。はい。自分が戦う理由というのに瞑想するというところで、とある男からですね、自分の拳は、助けるためにあるのか、それとも愛する人を傷つけるためにあるのかみたいなことを言われるわけでございますよ。 100% 同じ文章ではないですけど、はい。まあそういうことを言われてですね、まあピュアなですね京極という男でございますよ。もう自分がですね世界で一番強い空手マンなのにもかかわらずですね、もう僕は戦いませんっていう感じになるんですね。もう僕は戦いませんみたいな感じになるんですけど、もうそこのですね振りの聞き方、ここはですねぜひ劇場に足を運んでいただきたいなと思います。はい。京極が後半になぜ戦う理由をですね見つけたのか、ここはですねよかったねで、こっからですね監督のお話になるんですけど、ちょっとですねベイカーストリートの亡霊と、まあごめんなさい、ちょっと比較させていただきたいんですけど、そのベイカーストリートの亡霊というのはもう前半のつかみすんげーバッチリなんですよ。これから始まる物語っていうのはこういう作品でどういう感じになるんだろうみたいな、頭の中でこうイメージさせてくれる、そういうような作品だったんですね。はい。まあそういう面はですね、そのやっぱり脚本とかシナリオの設定みたいのがとてもうまかったんですよ。で、この根性のフィストっていう作品はどうなんだいっていうとですね、僕は犯人っていうものにあまりそそられなかったんです。はい。まあ怪盗キッドっていうキャラクターにもう最初からフォーカスが当たって話を進んでいくんで、あ、もう怪盗キッドで話進んでいくのねみたいな感じで、まあ一種のですね僕の中ではつかみっていうものはなかったんです。はい。でも後半の話をすると、監督がやりたかったことすんげーわかるんですよ、この作品見てると。うん。で今回キャラクター3人って言いましたけど、もっといっぱい出てくるんですよ。もうもっといっぱいガタ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 みたいな感じで出てくるんですけど、なんでこの作品で大人数にしたかっていう理由はですね、わかります、わかりました、うん、わかりました。まあそういう面でですね、その監督がやりたかったことっていうところで、僕はですねすごいですね、あーわかるわ。では採点の方に入りたいと思います。本作根性のフィスト得点は65点でございます。はーい。こちらですね、詳しい得点の方お話しさせていただきたいと思います。プルーと向井個人が楽しめた点というのが7点、そしてですね、こちら、作品をですね1本の作品として見て、得点をつけるのであれば6点ということで、こちらを足して2で割って、65点という形になりました。はい。ですねこの得点はですね結構僕難しいです。ぶっちゃけの話言っちゃえばもっと点数の方高いと思います。はい。で今までのその洋画作品につけた点数と比べちゃうとこのような点数になるんですけど、僕が個人的にそのアニメーションという作品で点数をつけるのであれば、75点でございます。はい。75点。その洋画とか今までのレビューとかの順位とか抜きにして純粋にこの1本っていうんであれば75点です。はい。なので75点としておいてください。はい。まあ京極ね、
京極出てほしかったね、もっとね。ちょっと次回作でも次回作には出ないだろうな。まあ今後のですね、長く続くこのコナンシリーズのですね、色を飾っていただきたいなと思っております。はい、ではですね、以上プルート向井でございました。もしよろしければですね、チャンネル登録高評価などなど、あとはですね、下のコメント欄じゃんじゃん使っちゃってください。皆様、コナン見た方ですね、はたまた見てないよという方もですね、コメントの方いただければなと思っております。もちろん、映画以外のお話でもウェルカムでございます。はい、あとはですね、僕フィルマークスツイッターの方、はい、やっておりますので、もしよろしければですね、フォローの方よろしくお願いします。フォロー返し 100% でございます。掴んじゃった。ではですね、こちらで締めさせたいなと思います。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。